ホシンスシュバンクアオスウィーン、ウィーンのシャニクサ祭の同系、または、ウィーンのシャニクサ祭の騒ぎは、ロベルト・シューマンが1839年に作曲した、前後曲から構成されるピアノ曲、幻想的絵画という副題が与えられている。同時期の作品に、フモレスケがある。シューマンは百三十八年の秋から翌百三十九年の三月に、かけて、ウィーンに滞在していたが、 同地では、ニ肉祭が行われており、そのニ肉祭での体験に触発されたシューマンは、そこでの賑やかさなどの様子を幻想的に描写して、本作を作曲した。5曲のうちの4曲は滞在中の1839年に、作曲され、最後の1曲は、ライブツヒに帰郷した同年の3月以降に書かれている。出版は1841年に、 ウィンのブライトコプフーンとヘルテル社より、楽譜はシナモンドシールに検定された。全5曲で構成される。演奏時間は約23分。単なる描写的作品ではなく、シューマンは当初、ロマンティックな大ソナタと名付けようとしていたように、変則的で自由なソナタとしても見て取れる。ありがとうございます。